日本は諸外国に比べ男女共同参画社会の実現の遅れが目立ちます政治の分野では司法議会から国会まで女性議員の割合が極めて低く経済界では企業の役員や管理職の女性の割合もまだまだです社会のありようはその国の教育と無関係ではありえません初等中等教育の している日本でこの実情はなぜ生まれているのでしょうか今日は男女共同参画を推進するために学校教育に何が求められているのかそして学校現場を見直すために考えるべきことについてご紹介します。 公教育の場はいろいろな世論調査で見ても政治の場や職場慣習しきたりなどに比べて男女平等と思われています確かに教育を受ける機会は基本的には男女平等に開かれており教育内容も現在は男女で異なることはなく同じになっています。 しかし学校は依然として男性優位の場面が多いのが現実です。中学校では教員の4割が女性ですが校長には女性は1割もいません。衆議院の女性議員の割合も小さいですがそれよりも少ないのです。子供の目に映る校長先生、教頭先生は圧倒的に男性なのです。 また、幼稚園教員や保育士は女性が多く、小学校、中学、高校となるにつれ、女性の教員の割合は少なくなります。大学になるとさらに女性が少なくなっています。学校の教科についても男女で異なる傾向があります。中学、高校の教員の担当教科は、国語、 英語、音楽、家庭科は女性が多く、数学、理科、社会、体育は男性が多いというのが現状です。このことと重なり合うように、子供の好きな教科にも男女の違いが見られます。女子は男子より国語、英語、音楽が好きな子が多く、男子は女子より数学、理科、社会、体育が好きという傾向があります。 そして、大学などへの進路選択においても、女性は人文科学、薬学、看護学、教育などでは比較的多いのですが、理学、工学、医学などは男性が多く、特に工学に進むのは圧倒的に男子です。なぜこのような違いが生じているのでしょうか生まれつき男女差があるのでしょうかこれについて考えていきましょう。 そこでこの絵をご覧くださいこの絵を見て皆さんは男女平等な教育という点で気になるところがありますか座席の配置持ち物の色などに注意してご覧くださいどんなことに気づきましたか 男か女かということを基準に区別されています座席は女子の列男子の列と分かれていますランドセルや持ち物の色は女子はピンクやオレンジなどの暖色系男子は紺やブルーなどの寒色系ですランドセルだけでなく黒板に書かれた日直の名前も女子と男子で色分けされています なぜこのような区別をする必要があるのでしょうか。続いて先生が言葉をかけます。この先生はなぜ女子に片付けを頼むのでしょうか。先生が片付けや掃除は女子の役割と思い込んでいるからではないでしょうか。先生の側には差別する意識はないのですが、男女の区別が強調され、 男女の役割が違うということを子供たちに伝えてしまっています。先生は教えてるつもりはなくても、その言動や学校の観光から子供はいろいろ学習していきます。このように教育しようと思っているわけではないのに、子供たちに影響を与えている言動や学校観光を隠れたカリキュラムと言います。 もう一つ見てみましょう理科の授業の様子です何か気になることはありましたか実験を中止になって進めているのは男子だということに気づきましたか私が実際に観察した中学校の理科の授業では 八つくらいの反応すべてが男子が中心になって行っていましたこれを自然な景色だと思っているとこの方よりに気づかないことがあるようです続いて先生が言葉をかけます女子を褒めているつもりかもしれませんが女子は実験の主役ではなく補助的な役割で良いのだというメッセージになっています女子たちも それが女子の役割だと受け入れてしまわないでしょうか。けれども、こう思ってる女子もいるかもしれません。学校のさまざまな場面で、子どもたちはこれまで当たり前のようにしてきたことをおかしいと思ったり、変えたいと思ったりして、先生の働きかけや後押しを待っていることもあるのではないでしょうか。 男子ももちろんみんながみんな理科が好き、理系に進みたいと思っているわけではありません。また男なんだから頑張れと言われるのも辛かったという話もよく聞きます。実は小学校の時点では男女に理科の学力差はないという報告があります。しかし次第に理科への関心に差が出てくるのは 女性は理系には向かないという社会の思い込みがまだ残っていて、工学心を苗させること、また進路選択を控えた女子学生に対して身近に理系のロールモデルが少ないという問題もあると思われます。 これまで見てきたことは、人をまず性別で分け、いつも男と女を区別し、男は女はと捉えることで生じています。これらは男女は異なる存在という意識を生みます。身体については確かに男女で異なる部分があります。 けれども、それ以上に不必要に男女に分けることで、男女の役割は違うという性別役割分担意識や、男女への役割期待が生まれます。男女の役割が、リーダーは男、補助は女、などというように、上下の関係になることもまだあるのではないでしょうか。もちろん、トイレや更衣室など、 男女の区別をする必要がある場面はあります。けれども、学校には不必要な男女二文法がいろいろなところで使われています。呼び方を男は君、女をんと呼ぶのも二分法です。男女すべてをさん付けにすることも男女で区別しないという意識につながると思われます。 男女に二分しないことは今関心が高まっている性的マイノリティの子供たちにとっても戸惑いが小さくて済みます。性的マイノリティの子供はいじめに会いやすいなどの問題もあります。文部科学省が教職員向けの資料を作成していますのでご参照ください。 実は子供自身も幼い時から男女の違いを意識させられる経験を重ねているのではないでしょうか。小学校に入学するまでに男の子なんだから泣かない、女の子なんだから前に出すぎないようにとか、男の子は青い服、女の子はピンクの服など、男の子は女の子はこうあるべきという固定観念が植え付けられてきています。 これらは当然のことではなく、人間が社会の中で作り上げてきた固定関連なのです。だから、学校がその固定関連を前提としてしまうのではなく、それから抜けても良いのだと積極的に伝えることが大事です。もう一つ隠れたカリキュラムの事例を見てみましょう。 体育祭の様子です。応援団長は男子で、テントの中でお茶を出しているのは女子です。体育の教員は男子を呼んでいます。応援席でも男子に対して葉っぱをかける男性がいます。今度はすぐに気づいた方も多いのではないでしょうか。明らかに男子と女子で異なる役割分担が行われています。 このように隠れたカリキュラムはあらゆる場面で見られます。このような隠れたカリキュラムに気づいたらどうしていけばよいでしょうか最初の小学校の様子をもう一度見てみましょう。教室内でも持ち物などの色分けをやめてはどうでしょうか性別による二色の色分けをやめて男女にかかわらず 子供たちの選択の幅を広げるようにする必要があります。実際、最近は、例えば、小学生のランドセルもとてもカラフルになっています。男子の色、女子の色と分けなくても良いのではないでしょうか。席順や整列を男と女で分けないのはどうでしょうか。その結果、いつも男女が並ぶのではなく、男女の場合もあるけれど、 男子同士、女子同士になるかもしれません。多様な組み合わせがあって良いのではないでしょうか。理科室では理科の実験に女子も積極的に関われるようにするためには、班を二人か三人の少人数にしたり、あえて女子だけの班を作ったりすることも効果があるようです。その他にも、 事業の中で職業が性別で決まっているわけではないことを積極的に伝えていくこともできます。例えば、昔は看護婦、保ぼなどと女性のみがつくように思われていた職業の名前も、看護師、保育士と変わってだいぶ経ちます。名前は変わりませんが、 科学者はもちろん、新幹線の運転士やパイロット、大工などにも女性が増えてきています。家庭でも父親が家事育児を分担し、育児休業を取ったりすることも必要です。かつては女性の領域とされていた家事育児を男性も単に手助けし手伝うというのではなく、 女性と同じように責任を持って分担できると良いですね。介護はすでに多くの男性も担っています。家事、そして病人、高齢者、子どものケアを含め、これからは男女がともに家庭生活を一層協力して担う時代です。 これまで見てきたような隠れたカリキュラムに気づくためにはどうしたらよいのでしょうかそれには先生自身が男女共同参画の視点を持つことが大事です。まずその土台となる男女共同参画社会とは何かを見ていきましょう。日本では1999年に男女共同参画社会基本法を制定しました。 男女共同参画社会の形成とは次のように書かれています。男女が社会の対等な構成員として、自らの意思により社会のあらゆる活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、 共に責任を担うべき社会を形成することを言う。つまり、これまでが男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける性別役割分担で成り立つ社会であったとすれば、男女共同参画社会は、性別に関わりなく、誰もがその人らしく伸びやかに生きられる社会を目指しています。 これは、確一的に男女の違いをなくし、人間の中性化を目指すという意味ではありません。人は男であること、女であること以外にも、さまざまな個性を持っており、多様な存在であるというのが前提です。社会的、文化的に形成された性別をジェンダーといいます。 すで、うん、に作られてしまっているだけではなく、私たち自身も日常的に作り出していっているのかもしれません。生物としての男女の違いではなく、人間が作り出しているジェンダーに縛られて、性別役割分担が生み出されてきました。性別役割分担がなぜ問題かというと、一つは女性だからできる、できない。 男性だからできる、できないとジェンダーを理由に決めつけることで個人の能力の発揮を妨げるからです。また、社会として見ると、性別役割分担の結果、社会の各領域で、例えば政治や経済界、メディアなど、その影響が全ての人に及ぶ分野が男性優位であれば、女性の問題や 考えが反映しにくくなります。そのことは女性だけでなく男性にも偏った考え方、見方による判断や行動をさせることになるでしょう。現実的にも少子高齢社会は性別役割分担のままでは支えられないところに来ています。グラフが示しているように 社会の中核を担う世代の割合が今後ますます減少していくと予想されています。男女が共にあらゆる分野に参画して社会を支えていかなくては立ち行かないと思われます。男女共同参画社会を少しでも早く実現するためには積極的改善措置が必要です。 積極的改善措置とは、男女格差の改善のため、男女いずれかに機会を積極的に提供することを意味します。例えば、女性の管理職割合について、次元を定め、一定目標を設けて取り組むなどです。これは、逆差別やエコ非きではなく、性別に関係なく、 平等な社会にするために一時的な手段として必要な措置と言えます。女性活躍推進法、政治分野における男女共同参画推進法もできましたが、これらも積極的改善措置の考え方を反映したものです。 男女共同参画社会の実現に向けた教育を行うための第一歩として、先生方は学校の中のジェンダーや隠れたカリキュラムに気づくことが大事です。この表はお話ししてきたことを整理しまとめたものです。基本的な視点として、不必要な男女二文法はないか 性別役割分担になっていないか、上下の関係になっていないか、機械均等になっているかの4つを挙げました。これらの視点で縦に並べた教室環境、学級生活、学校観光、教員と子供の関係などの場面ごとに見直してみてください。例えば、不必要な二分法としては、 教員と児童生徒との関係で男子は女子はと一括りにした言い方をしていないか。性別役割分担は学校観光として男子が入りにくいクラブ、女子が入りにくいクラブはないか。上下関係は生徒同士で生徒会などのリーダーは男子、女子はサブなどとなりがちではないかなどという具合です。 視点の最後の機械不均等というのは、理科の授業の例で見たように、実験の主役になる機械が男女同じようになっていないかとか、日頃の授業で男女の発言の機械が同程度になっていない、校庭の中央部で遊ぶのは男子で、女子は隅で遊んでいるなどの例も考えられます。 皆さんで話し合いながらこの表に書き込んでみてください。私は教育の力はとても大きいと思っています。これまでの教育が真に男女平等であったなら、日本社会はもっと男女平等になっていたはずではないでしょうか。 なぜなら学校教育は男の役割、女の役割など男女のあり方について既存の価値観を変革する働きと既存の価値観を再生産する働きを持ち得るからです。男女共同参画社会の実現に向けた学校教育の課題というと、まず男女平等を教えるとはどのような教材で何を教えるかと考えるかと思います。 確かにそのための教材研究も必要です。が、今回は男女平等に教えるとはどのようなことかを見てきました。何を教えるにも本当に男女平等に教えているかについて確認してみてください。そのためには男女共同参画という視点が大事です。先生方の世界が 男女共同参画になっているかは子供たちが見ています。先生の世界において男女の役割に違いがあればそういうものだと学んでいってしまいます。ぜひ子供たちの将来のためにも男女共同参画を推進していただければと思います。具体的にどのような課題や改善点があるか 学校現場で話し合ってみてください。